んこんにちは。4月から始まる足立ワオ、はい、足立ジャパン、うん、あれ違うし、足立ワオ、足立ワオジャパン、うんうん、どっちでもう今びっくりしちゃったよ。ワオ足立ワオジャパンの第1回目ということで、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、私は地球ワクワク探検隊隊長のネイチャー小笠原と申します。よろしくお願いします。初めましてですね。はじめまして、はい、よろしくお願いします、山岸義正です。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどこに僕連れてこられてるんでしょうか。まず番組として、はい、こう足立区の和をな場所とか、うん、はい、そう場所とか、はいはい、あと日本の文化とかね、うん、和な日本の文化とかを紹介していこうという趣旨なのですけれども、うん、番組がですね、はいはい、今日は1回目として、はい、トネリ公園、足立区のトネリ公園にやってきました、はい、全くわかりません。トネリ公園、トネリ公園、はい、でここの和をポイントをちょっとご紹介したいと思いますので、うん、和をポイントですね、本日は歩いて行ってまいりたいと思います、はい、レッツゴー。いやそれでこの子はあのさっきからちょっとちらちらちょっと気になってたんですけど、すいません、この子はこの子は私の相棒の肩乗りオウムのパロくんです、はい、パロくん、こんにちは。こんにちは。声大きい。やばい、やばい、のぶとい。意外とパロくんのぶとい、ね、パロくんだよ。ずっとパロくんだよ。パロくん今日なんかのぶといね、うん、ずっとのぶたいし、うん、嘘だよ、話せってわかんないんだよもう。え、ずっと俺横たわってんだよ。え、なんかグラ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 涼しい、ね、安定しないんだよねパロくんね、肌触りがもう死にかけのおじいちゃんなんだぞ。ねえ、ちょっとすぐ傷んじゃうからさ、ね、パロくんごめんね。よく見ると発泡スローだったからな。そんなことないでしょ。え、魂入ってるでしょ。そうだね、うん、行きましょう、行きましょう。パロくんじゃあ、そうね、私あの足立区知らないから、うん、いやいや僕も知りません。そうだね。、はい、じゃあ我々を案内してもらえるっていうことでいいんですかね。そうそうそう、私が足立区出身なので、はい、足立区のワオなポイントをご紹介したいと思います。じゃあパロくん、ヤマさん、はい、はい、行きましょう。ゴー。生きてるー。お、安定するでしょ、まだ。オッケー。横乗りだけどね。じゃあ、じゃあ行きましょうか。はい。はい、じゃあ。うん。トネリ公園。え？急だな。急じゃないよ。さっき何閉めたんだよ。いや、ネイチャー的には閉めたい気分だったからさ。うん、まずじゃあここ、はい、トネリ公園の中ですね、今中の一番の見どころ、はい、大池っていうこの大きな池なんですけど、大きな池で大池、そうです、すごい単純でいいですね。見て、はい、ほらパロくん仲間がいるよ。ほんまや、あいつ食えるやつだな。食べれないよパロくん。ちょっと近くに寄ってみよっか。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いやもう全然無視して。パロくん、パロくんご挨拶して。すごいね、毛がいっぱい。綺麗だね。ね、もう俺一枚刃だからね。羽がどんどん取れてるから。そんなことないよ ね、 ね、これ結構広いっすね。そうなんです、 池だけどさ、ほらなんかたくさんさ、うん、鳥たちもいたり、あとここに魚がたくさん泳いでるので、あ、釣りしてる人がいたりとか。取っちゃ取っていいのか分かんないけど、釣りしてますよね。そう、本当は禁止されてるらしいんだけど、あの後を絶たない。聞こえますよ。姉ちゃんさん聞こえますね。仕事があるのかな。いや今日はほらあれだよ、お花見日和だからさ。あ、うん、でも平日だよ。仕事してるよ。そうだね、みんなハッピーだね、足立区の人たちは。ここはあのボートとか乗れるんですか。ボートはないんですね。ボートはない。でも夏になると、うん、あの子供用のプールとか無料で開放されたりとかしたり、無料でできるあのソリ、人工芝のソリとかがあったりとか、うんうんうん、めちゃくちゃお気に入りの公園です。広さ的にどれぐらいなんですか、公園。広さ的には 61.5
点何ヘクタル、ヘクタール、ヘクタル。大体約61ヘクタールで、うんうん、東京ドーム15個分ぐらいの。いやもう東京ドームが15個って言われても全然わかんない。とにかく広い。うん、とにかく広いっていう意味でね、うん。そう、運動場もあったり。15試合試合ができるってことですね、野球の。そうです。うんうん、同時にね、同時に。うん、まあ。はい、じゃあここが第一のワオポイントなので次のワオポイントに行きたいと思います。その行けないって言われてる魚釣りはしないんですか今日は。そうですね、今日はしないです。後でねちょっとね、うん、とっておきの釣りを用意してるので、うん、あ、後でやるんですね。そうです。じゃあ次に行きましょうか、うんうん、なんかすごい大丈夫ですか。カメラ回ったのかぐっちゃぐちゃですけど、ぐっちゃぐちゃだけどぐちゃぐちゃ言ってるね。ほら今ちょうどお花見の季節で、はい、見てください、奥に見える桜。うわすごいっすねこれ。こんなに桜が咲いてるのに、うん、この広々としたスペース、はいはい、余裕を持ってお花見ができるっていうのが舎人公園のワオポイントです。すごい広いでしょ。これ今日平日ですよ。平日、平日ですよ。みんな仕事がないからねそんなことないですよ。みんなよく人間界のこと知ってんだね。よく知ってるよ、ね、よく知ってる、うん、いつそんなことやっぱみんなね、やっぱ風通しがいいからね、うん、風通しどこの風通しいいのよ。お口の口元がねみんなあ、こらいやちょっと待って待って、足立区は風通しがいいってこと。そうですよ。あ、うん、なんでなの。だって舎人公園もね昔したって話聞いたことありますからね。まあそれは事実なんですけど。でも、うんうん、その負のイメージを払拭するこの陽の明るさの公園、うんうん、それを見てほしいです。確かにね、気持ちがいい。確かに気持ちがいいですね。気持ちいいでしょ。これもうみんな何かあったらもうネイチャーさんのね左肩についてる番号を押したらいいな。1119はね。これね。そうですね。1119がね。普通に警察。うん、警察？消防署ですね。消防署か、うんうん、につながりますので、うん、もし何か舎人公園であった場合は、ね、119をね。119ですね。これ。パロ君が言ったんだろ。そういう突っ込み方してんだね。だからこっちボサボサになっちゃったんだね。興奮ね。そう、まあそんな感じなんで、はい、じゃあ次のポイントに行ってみますので、うん、はい、せーの。